ウィリアム・エイ・サイターは、アメリカ合衆国の映画監督である、ニューヨークの生まれ、ハドソン・リバー・ミリタリー・アカデミー卒業後、1915年に映画界に入り、マック・セネットのキーストン・スタジオで、早くやスタントをこなしながら監督もやる。1920年代半ばには、ユニバーサル・スタジオで、レジナルド・デ・ニー主演映画のメイン監督を務める。 デニーの相手役だったローララ・プラントと結婚。トーキーの時代が来ると、RKO でお笑いのトンチンカンコンビをスターにし、また、極楽コンビの映画も撮った。その長いキャリアにおいて、シャーリー・テンプル、フレッド・アステア、ジンジャー・ロジャース、ヘンリー・ホンダ、マーガレット・サラバン、バーバラ・スタンウィック、ジャック・ヘイリー、ディアナ・ダービン、ジーン・アーサー、ジョン・ウェイン、フレッド・マクマレー、ルシル・ボール、 リタ・ヘイワース、マルクス兄弟といった多くのスターの映画を監督した。1964年、心筋拘束で死去。74歳だった。遺体は、カリフォルニア州グレンデールのフォレストローンメモリアル、パークに埋葬された。孫に、脚本家のテッド・グリフィンがいる。ありがとうございます。